リクライドとジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説、クランリーグ7月シーズンのデイ3やっていきたいと思います。結果は36対35とね、ちょっとね、危ない結果だったんですけど、ギリギリ勝利することができました。星1がね、1本入っちゃって。まあ、前回数もね、かなりちょっと少なめな感じにはなったんですけど、まあ、こういうところはね、負けると本当に痛いので危ないところでした。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。クラウスからスーパーホグですね。クイヒーのスーパーホグホグにアイゴレが入って、ウォルブレーカーが今回0枚ということで、まあユニットの方に結構枠数詰めてる感じですね。アイスゴーレムとか、まあ通常のホグライダーの数が12体とかなり多めになってますね。ウッドランチャーセットしつつというところです。下からキングからのウッドランチャーで、まあマルチャイティイーグルとか、オデンゾーとか、トウゼキとか、この辺あたりにね、まあダメージを与えつつ、まあサイドカットみたいな感じでやっていくと。アイスゴーレム。このフリーズはね、もうちょい奥で弾けるのが理想だったんですけど、バネトラップをキングが解除してくれなかったので、こういう形に。まあ、イメージ的にはマルチ IT をフリーズかけてくれば、ウッドランチャーの被弾が少なくなって、より奥の方にね、ランチャーのダメージが入るかな、みたいな感じですね。早めのフィストを使っていきつつ、キングにストライカーを当てて、まあ、クイーンに当たる被弾っていうのをかなり下げてるようなイメージですね。まあもう少し伸びてくればね、レイジターの解除とか、まあ、投石の竹及び破壊とか、まあそういうところまでね、見えてくる狙いのね、ウッドランチャーだったんですが、まあアイゴレ飛んで、まあ火力的にも普通に当たってしまったというところですかね。さあ、クイーンの誘導はかなりいい形なんですけど、初手ターンホールうち、マルチャイティに捕まってるところだったので、このタイミング、この順番で打ってくれるのめちゃくちゃ大きいですね。さあ、フリーズにも打たれつつ、まあ、この IT がね、AT がね、残ってしまうところなので、バルーンを与えて、援軍に関してはポイズンだけで処理する援軍なので、結構ここはありがたい援軍出てきてくれましたね。先にマルチ AT 折れたので、まあ、クイヒーの方は大丈夫でしょうということで、上から一気のホグ展開。まあ、初手ジャイアントでね、投石のタゲを取って、本体ホグにね、当たらないような形を取ってるようなイメージですね。ストライカーにもトームかけて突っ込んでるんですけど、ちょっと分散されたのもあって、で、両ヒーロー、両方ともね、ギリギリ残ってるような感じですね。まあ、ただ、ヒーローが残ってしまっても、ロイヤルチャンピオンとポイズンリザードと、なんならね、スーパーライダーの方からね、ホグライダーからね、ライダーが出てきて、一緒に殴ってくれるというところで、スケルトンとライダーで一緒にクイーン処理を行ってくれつつ、クイヒーもね、ロイヤルチャンピオンの方ももうフリーズがいらなくなってるので、フリーズをクイーンにサポートで投げた形でしたね。終わってみればフリーズも一発残りつつ、ユニットも大量に残ってということで、プランが非常に良かったっていうのとね、まあ、とっさのクイーンの動きに合わせた呪文が最適でしたね。はい、続き、レンスさんに行きましょう。スケイン部ですね。まあ、結構ね、環境的にはラバルは厳しい方なんですけど、レンさんは結構ラバルをたくさんやってる人ですね。さあ、クランジョーモノリスっていうところに初手でやっていきつつ、うん。これね、多分、あれなんですけど、今日11日に上がってるはずの動画なんですけど、僕が昨日めちゃくちゃ暑くなかったっすか？昨日マジで外出た人、眠くなかった？もうお風呂でもうサウナすぎて、汗だらだらで滝のように流れてました、昨日。すごい暑かったっす。こんな中、帰ってきて撮影してるような状況です。はい。ウッドランチャー通しつつ、まあ、マルチ IT のところまでね、ほんとね、折れればよかったなというウッドランチャーなんですが、イエティの方をそっちに戻していきたいんですが、流れていくので、ここでロイヤルチャンピオンを使っていく。もしかしたら、もともとはなんか上に刺すとか、なんか別の使い方をね、考えてた可能性もありますね。6時の方から使っていくとか、シンプルにラバルだけ展開して、終点でなんかこの辺から差し込むとか、まあいろんな選択肢があると思うんですけど、さあ、フリーズはもう1枚しかないので、ロイヤルチャンピオンのサポートには打てない状況になってたので、ロイちゃんはもう頑張って自力で突破してくださいという状況ですね。タウンホールの方はもうステラバルみたいな感じで、ちょっと早めにレイジトームかけて確実にってところ。ロイヤルチャンピオンに結局フリーズをかけまして、ロイちゃんでロイちゃん処理を行っていきます。できましたと。しかもこのタイミングでフェニックスがね、若干ターゲットを取ってくれたことで、ロイヤルチャンピオン遠すぎにだいぶダメージ入れることができましたね。さあ、オーデンはタウンポイズン食らってるんですけど、食らった時間がそんなには長くなかったので、バルーンと合流しつつ、うん。うまいですね。気づけばバルーンがしっかり囲い込んでるということで、このタイミングがなんかね、この環境でラバル捨てるの本当に選択肢として生まれてくるのが、やっぱ上手い人、普段からラバルちゃんとやってた人ぐらいしかね、選べない戦術だと思うので、自信ありというか、さすがでしたね。あんまりね、ホッサンとかクラウスとか、ファーストチョイスにラバルが入ってくることはね、だいぶ減りましたからね。じゃあナイス前回が、よーい。ヨッチさんも6-1天才ラバルということで、GS 勢はね、ラバルの使用率と、まあラバルの時結構ウッドランチャー選択されることが本当に多いなって見てて思うんですけど、まあそこをスケルトンインビジブルなのか、今回みたいに天才なのかを、ちょっとあれによって使い分ける感じかな。配置によって使い分けてる感じですかね。6-1なので、まあ、クロスプラス IT のくじだったり、モノリスっていうところがターゲットになってくるかな。キングフィストでうおーっていってウッドランチャー真ん中同士。まあ真ん中マルチを追ってほしいというところですね。さっきのレンさんのアタックもこういうような用途のウッドランチャーになってましたね。ボールブレイカーなんだけど、イーグル砲のところには穴開けをしてこなかったので、クイーンはこのまま流れていくような感じですかね。さあストライカー捕まったのでクローク。勝利の方は軽くしてくれましたが、ロイヤルチャンピオンの方にも流れていきます。うん、処理はしてくれました。イエティストライカーでイーグルクイーンを狙っていきますが、いかがでしょうか。アイスゴーレムに使いつつ、捕まりつつ、追加でバルーンとストライカー刺したことでいきましたと。このタイミングでターン裏の方をね、折っていきましたね。綺麗に区画が整理できるので、まあ、これが理由かな。バルーンの方はね、ホーミングたくさんあったので、落ちてしまいました。これによってね、ちょっとウォーデンと初手のバルーンが動いてしまったので、サポートのフリーズ使いつつ、先行のラバハウンドがね、トルネ解除してくれましたね。めちゃくちゃ美味しい。あとは、まだなんとラバが2体残ってますね、この状況で。こういうラバルするときに手元にラバ1体しか残ってないことの方が多そうなんですけど。フリーズかけつつ、レイジはないので、ホームヘイストで、行くか、フリーズかけてしっかりトームのバックハーまで、タウンバックハーまで合わせるかですが、ここはしっかりバックハーまで合わせるようなイメージでかけていきましたと。まあ、トルネード解除されてるっていうのもあって、若干早めに打つことができてますね。まあ、これも先行ラバーハウンドのおかげかなというところで。さあ、追いヘイストかけていきますが、ポイズン食らった舞台なので、少し HP は落ちてきて、ただ余力で押し切っていきました。さあ、とどめの3体目のラバーがね、これくじ刺してあるのがめちゃくちゃいいですね。最終的には2体目のラバーハウンドも残っていって、圧倒的全開と。こうやって見るとね、なんだろう、アップデ前のラバルと何ら変わらないんですけど、まあ、ホーミングだったりとか、環境的には、まあ、相対的にちょっと上がってるって感じですが、突撃艦を使わないラバルに関してはね、感覚的にはそんなにアップデ前と変わんないですからね。うん。いい全開ですね。さあ、ホッサン。もう、これはスケルトンインビジブルかな。ラバル3連チャンすごいですね。ドリルセットしてますね。うん。モラバーハウンドは3体型。モノリスクランジュというところですね。結構モノリスクランジュが近くにある配置も全体的に多くて、まあ、ある種ね、こういう戦術が取られますね。この使い方したときはかなりターンホール横のマルチ IT を兵器で折ることが多いです。で、結構あれなんだけど、こういうのがね、ターンホールの区画がモノリスと繋がってると、スケルトンでターン起動しちゃうみたいなのが結構多くて、ドリルがマルチ IT なんですけど、ちょっとテスラが出てきてしまったことで、少しだけ、マルチ IT を素直に折り切るような感じにはなってませんが、イエティ、さあ、大工がレイジに乗ってるんですけど、ギリギリこれは折り切ることができて、これ危なかったですね。むしろね、テスラを拾うこともできて、レイジターンも解除ができて、最大バリューね、呪文なしで突破できた感じかなというところで。キングをターンホールに向けつつ、クイーンを、投石クイーンのところに当てていくって流れなんですけども、ちょっとターンホールの方がね、移動してしまったので、まあ、この辺の火力バランスが難しいところ、そしてキングが逸れていきます。追加でウィザード入れつつ、ウォールブレーカーはないので、まあ、クイーンを戻すとかね、そういった選択肢がなかなか取れないかなっていう感じです。キングのフィストとウィザードで、これでクイーンの方にタウンホールの方に寄ってほしい。インビジブルの呪文があれば、リカバリーができそうなんですが、クイーンはここでクロークを吐いて、くるっと回ることもなくしっかりこれはそれていって、逆サイドからラバル、ウォーデン付きで展開していくので、もうこれは仕方ないですね。諦めの逆サイド。まあ諦めというか割り切っても反対サイドから進めることしかできません。もうトームもここで使っていって、ターンホールまで残すのなんて、まあ無理ですからね。特にね、星さんはこれ、初日で星1やってる中での、ね、これなんで、まあ、かなり、クラスか初日ね、2人だけ取れてなかったところでのこれだったので、まあかなり勇気ある選択というか、強気に出たなっていうところだったんですけど、ロイヤルチャンピオン刺して、しっかり同席まで突破しつつ、あとゴリ押しで突破していかなきゃいけません。ただしっかりこういうところ呪文残してるんですよね。昔からね、ラバルでのリカバリーは世界で一番うまかったんですが、こういったところなんでこれ取れるのっていう話なんですけど、最初の方本当にこれ全開リプレイですかっていうね、取れ方から始まっていき、逆サイドに展開して星1も恐れない形だったんですが、これもなぜか余裕の全開に繋がってしまうということでね。もう理論では語れない何かがあります。スミス。突撃型のスーパーホグですね。クイーン展開しつつ、6時にイエティ置いて、バレンポーンって。突撃艦の方も届いてきて。ここちょっとね、投げるの怖い場所で、すげえ、怖えなーと思ってたところなんですけど、しっかり刺さっていきましたね。クイーンと投石エリアっていうところに呪文なしでしっかり入りました。まあこれクイーンが外から打てるのでクイーン処理する必要がないんですよね。だったら、イエティにレイジ打つかクイヒにレイジ打つかだと、まあ投石さえ追ってくれれば仕事としては十分なので、今の場所にね、落ちてくれれば、イエティにレイジ打つ必要ないよね。クイヒにレイジかけた方が強いよねっていう判断ですね。まあ、もちろん突イエティにレイジをかけてクイーンにレイジを打たないっていう選択肢もあるとは思うんですけど。レイジなしで投石まで折れそうだし、レイジかけたところで折れるのってウィズ島とボムターぐらいで、まあ、そんなの別に火力が高いわけでもないので、まあ、無視していいって感じかな。なので、レイジは今回逆らわなかったって感じだと思いますが、まあ、ちょいちょいね、突イエティにレイジ使う使わないの判断とかなんかそういうの聞かれるんだけど、もう割と見た目とその届き具合みたいな、もう感じになってきますね。レイジかける必要があるのかないのかを判断するだけ。狙ってる目標のものが壊せるかどうかっていうの。見た目で大体判断できるようになってないとって感じかな。まあ、それがわかるようになるならもうレジェンドリーグとかで突撃投げまくるとか、フレチャレとかでもう突撃だけでもいいからもうどれぐらい折れるのかとかもう、最悪なフリーズですね、それ。何もかも外す。フリーズ。ベルトンの呪文を打ったんですけど、モノリスのターゲットも取れず、奇跡的にここでターゲットが外れたので、クイーンのターゲットはずれましたが、というところ。逆サイドは一気のレイジトームをかましています。さあ、クイーンの方はクロック合わせて間に合いましたね。さあ、トームとは別なんですが、送り手ストライカー登場間に合うかロイヤルチャンピオンのところ、しっかり届いていきまして、ポイズンリザードとね、ストライカーのコンビは本当に強いですね。この編成の強いところはね、ポイズンリザードが、守られることですね。ロイヤルチャンピオンだけじゃなくて、ポイズンリザードが守られることで、リクスケとかヒーローとか援軍に対してかなり強くて、安定感が非常に高いっていうところですね。こういうところもほら、ロイヤルチャンピオン短期で捕まるとめっちゃ時間かかるんだけど、ロイちゃんが防衛施設殴ってる間にポイズンリザードがささーっと処理してくれて、足止めの時間がないっていうのが本当に強いんですよね。エレクトロタイタンが強い理由にやっぱり、スンスン進んでいく足止め時間がないっていうところはね、かなりあると思うので、リクスケに捕まらないってね、想像より強いんですよね。思ってるより強えなって感じること多いよね。ほんと強いです。さあ、森尾さん。スーパーボーラーのリターン型というところで、まあ森尾さんぐらいしかあんまりやってない戦術かなというところですね。見習いウォーでもね、本体につけていくって感じで。さあ、モノリス前にまずクイヒースタート。あ、スーパーボーラーっていうとね、結構お出ひのイメージもあるかと思うんですけど、こういうところでね、食いひもうまくないとできないっていうのがリターン型のね、食いひのスーパーボーラーになります。まあ、ホグチェックいいですね。これポイズンターンのターゲットをしっかり回収しまして、こういうところ、うまいですね。クイーンの方はレイジが乗ってるので、レイジ乗ってる間はかけていきつつ、ここでリターンを使って回収、逆サイド、イエティいるサイドから入る。あ、サイドになんかあったのかな、対空砲かな、対空砲とかなんかその辺削るような感じでやってたのかな。さあ、こうするともうサイドカットのルートができてて、クイーン投石エリアにね、入れる準備ができてますね。こういったところ、スーパーボーラーって、これいいっすね。バネトラップのね、エリアが空いてないので、アイゴレしっかり通るので、まあこれはジャイアントみたいなね、アイゴレを守るための罠チェック部隊が必要ないというところ。さあ、いいアイゴレ入りました。テスラも出てきたんですけど、いろんなバウンドで吹っ飛びましたね。さあ、そしていいトーム、バルーンの方にもレイジートームをかけていったことで、ヒーラーを守るようなマルチ IT のところ、奥まで届いていく。完璧ですね。このバルーンうまいですよ。帰ってきたポイズンターンのタゲを拾いたいというのが目標なんですが、しっかり取っていくことで内側に入らない。だからインビジブルかけて、クイーンとかその辺守りつつ、レイジかけてタウンホールを一瞬の突破。キング投下兵士がね、外周流れてますね。結構、投下兵士は使うことが多いなって、まあ、最近見始めました。まあ、一応、ペッカのレベルが新レベル入ってるっていうのもね、後押しにはなってるかもしれないんですけど、シンプルになんかリターン型に合うものとして投下兵士を選んでることがなんか見てると多いなっていう風に思います。まあ、気づけばこんな感じで防衛施設も全てなくなりつつ、スーパーボーラーも完全に貫通してますね。スーパーボーラーって結構呪文的には意外と余裕があったりするので、まあ、リターンの呪文とかもね、避けるような感じ。初手でレイジ使ってるっていうところもあってね。いい呪文配分ですね。さあ、本日ラストアタックになります。ユタさん、3連続全開らしいですね。さあ、くじしの下の方からね、クイヒスタートして、バルーン削ると、この、迫撃のターゲットをイエティに拾ってもらって、シューターを刺すことができるということで。もともとね、ちょっとスーパードラゴンとかライドラとかでね、考えてたりもしたんですけど、結論なんか最終的になんかいろいろ回り回って、これスーパーホグの方がいいかもなって感じになりました。ミニエティが全部バネで飛んでったんだけど。ミニエティってね、罠とかに引っかかんないんだけど、今、イエティが起動したバネにミニエティが全部飛んできましたね。なかなか珍しい。ホーミングチェックのバルーン入れつつ、これターンホールの方にね、食い火誘導するイメージです。さあ、最悪なホーミングチェック。こういう時に2枚投げしておくとね、バルーンをね、解除ができるんですけど、あんまり伸びすぎてなんか、変なね、テスラ起こしたりとか、援軍に釣られて内側寄せるのが嫌だったので、ここちょっと1体しか投げれないかなって思ってたところだったので、まあこれはやむを得ないホーミングヒットかな。むしろ、2発、食らってしまうのが嫌だったってところなんですけど、そしてこれが最悪。これしんどいね。イメージ的にはね、タウン起動してないので当然、これぐるーって回していくようなイメージだったんですけど、この辺のね、クイーンの HP 管理みたいなところをね、リカバリーではしっかり大事にやっていかないといけないところ。さあ、そしてね、ちょっとね、ここ考えた結果、ラバルを6時展開していきました。なんだっけこれ。シューターの中身にラバルを入れて、なんか何入れてもこれすぐ死んじゃうし、あれだなと思ってたんで。ラバルを使っていきましたよと。クイヒの方も延命しつつ、逆サイド、スーパーホグとトームなんですけど、オーデンさん、立ち位置悪かったですよ。3時向かった方がね、ちょっと厳しい、あれになっちゃったので。まあ、ただ、この上の方のね、サポートはこれ、キングが入るので、まあ、上の方は最悪捨ててもいいから、下だけ絶対延命したいというところで、もう下を優先するね、トームをかけていきましたよと。あとはキングでボコってもらいつつ、通常ホグをピンポイントでどかどか、いろんなとこに刺していきつつ、呪文はもう全部、クイーンの方でね、リカバリで使わされちゃったんで、これきつかったっすね。本来タウン起動なんて当然ですけど、プランに入ってないので、あれのせいでね、だいぶ呪文使っちゃったんでね、最後のところ、サポートのね、呪文がなくなったので少し苦しくなりましたが、取り切って全開でしたと。はい、というわけでね、終わりまして36対35というところで、改めまして勝利でしたが、今回はラバルが非常に多い回でしたね。個人的にも3連続前回と比較的いいスタート入れまして、満足しつつ、まあいいラバルがたくさん見れたかなって感じですかね。特にね、ホッサンのやつとかはね、まあ真似できないよね、あんなのね。いいリカバリーだったかなと思います。まあ普通の人だともう諦めてタウンホール側からラバルを回しちゃったりするようなシーン。まああれをタウンホールから回すと絶対全開取れないですね。ああいったところでね、迷わず逆から回していく判断みたいなところはレジェンドリーグとかで、もうこれはこういう時はもう逆から回してワンチャン掴むしかないみたいなところかな。といういい判断だったかなと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。